はい、これは、半月ぐらい前に、はい、こう大きかったのを切ったの、こういうところで。あ、切れてますね。うん、こういうところで切ったの。はい、そうしたら、あの、こういう 目つぼが、はい、こっちがあると思うんだけど、こういうところに目つぼあるでしょ。あ、黒っぽいやつですか。はい、ありますね。こういうのがこういうふうに膨らんできた。あ、膨らんでますね。うん、え、これは剪定をしたので、そう、芽吹かなきゃって思ったから芽が吹いてきたってことですか。そうそう、うん、そうそう。あ、すごいですね。で、この木をこんな大きかったんだけど、はい、そういうふうに切ることによってこういう芽が大きくなったから、はい、今度この辺で切れるわけで、こういうのもこの辺で切れるわけ。はい、 そうですね、そういうことを願って切ったんだよ。本当に枝元近くに芽が吹いてますもんね。それでこれを、はい、こっから今度こっから見るわけ。こっから印がついてると思うんだけど、はい、こっから見ようと思って、そうするとコンパクトな小さくていいブナができるそうですね、迫力も、この粘りもありますもんね。なあ、すごいよな。すごくいいですね、うん、この自然体でさ。そうですね、いいんじゃないかなと思うんだ。あ、ほんとだ、芽も結構枝元の方にね、吹いてきてますもんね。吹いてきてんでしょ、うん、だからこれをこうやって切っておくわけ。はい、こういう徐々に短くして追い込んでいって、うん、胴とかね、まあ胴とかもやっぱり吹くんですかね。胴にも吹いてくると思うよ。はい、まだ分かんないけどね。でこういうやっぱり、ね、チャレンジが必要だよね。でもすごいですね、結構追い込むことによってこんなに芽が吹いてくるんですもんね。で木の形が変わるからね。うん、これは面白みが湧いてきますね、うん、ここまで撮ってくれるから、はい、こういうのやりたくてしょうがないのをさ、あ、見せてやろうかなと思ってこうやるわけさ。ああ、ありがたいですね、うん、待っていてくださって、うん、そう、粘りだっていいしよ。そうですね、うん、これいい気になるよ。本当ですね、うん、これを見ておいて、はい、これをこれはそれほど良くはないんだけど、だけど追い込んどいてやろうかなと思って。じゃあ、ま、あのさっきみたいに追い込めばまた芽が吹いて。そう、小さくなる。追い込む時期はこれぐらいの時期が一番いいんですか。今は、うん、いいんじゃないかなと思うんだけど、これは俺の勘だよ。はい、勘でやることが多いからね、うん、やっぱ体験ですもんね。そう、もう何十年っていうね、うん、体験をして。そう、もうすっきりしましたね、うん、この木は、はい、あそこにあのブナの太いのがあるんでしょう。あ、ありますね。そっちを取り引っ掛けて、はい、あの木の取り木をしたやつ。
枝をこういうふうにね取り消したりする。なんか面白い本当に樹形になってますね、自然な、うん、でね、あの木はものすごく発祥がいい木の、うん、こういうのもあのちゃんと作ればね面白い、面白くなってくるんだよね。この辺に吹いてくれるような小さくなんだけどな。あ、そうですね、うん、でも一歩そこのところ、うん、出てますもんね、うん、ちょこっとね、うん、こういうのを当てにして小さくしてるんです。切ったでしょ、そっちで、はい、切ったのを刺しといたら全部ついてる。あ、すごい活直率もすごくいいんですね、うん、こういうのを刺したんだよ。そういうのでもう全然いけちゃうんですね。それでこう一曲こう、うん、あの枝があって一曲こう曲がってるようなさ、そういうところを、うん、あの刺した。あとは心拍ですね、すぎっぱの出ない、うん、これが心拍、なかなかあれなんだ、挿し木うまくいかないんだね。え、ほんとそうですよね。ああ、そうですよね。こういうのか、はい、拳、はい、成長してますね。つかねって言われてたんだけど、うん、結構ついてるもんな。あ、そうですね、うん、あ、でも確率的についてますね、うん、6割ついてる、うん、成功ですね。そっちはあれ、あのオリーブですか。オリーブも順調に成長してますね、うん、でこれは舞姫、あ、これ挿し木した時の舞姫もまた葉が細かいですね。この場所っていうのは、はい、要するに最初刺したばっかりの時はそっちへ入れていくわけ。そうすると日が当たらないわけ、うん、はい、でここの場所っていうのは朝日は10時頃まで当たる。ああ、そういうことを考えながら配置してるんですね。ね、それが大事なことなんですかね。そうそうそう、やっぱね、ほんのちょっとしたあの狂いでさ、うん、あの活着しなかったりさ、うん、するんです。